はい、ではこれから、久しぶりですね、冬がやってきました。ウィンナーウェルノマドビュー、M サイズ、これと煙突もあります。そこに G ストーブのオーブンをつけていきたいと思っております。 G ストーブのオーブンでございます。では設営してみましょう。久しぶりだな。出てきました。よいしょ。ちょっと久しぶりですねこれ。軍手をして、煙突、入りました。あ、そうだ、シートを引かなくちゃね。シートを引きます。これも出しておこう。シート、これをこんな感じで置いて、位置決めを、そうだな、この辺だったかな、この辺だったかな、確かこの辺にこうやってた気がするな。ということはこうか、こうかな。はい、ロボットみたいな。オーブン、オーブンも出ました。まずこれだったな。これがこうか。もうちょっとそうするとこっちにあるかな。どうでしょうか。で、そこに確かオーブンだった気がする。オーブンをこうつけます。どうしたかな、どうしたかな。こうですよね、こう。失敗、もうとんでもない失敗してる。足出さないと。足、もうこれ、
もうちょいこっちかな、もうちょいこっちやな多分。もう気持ちかな。そうするともう気持ちこっちか。よいしょ。煙突出します。煙突を、そうだね、ここに忘れないでやんないとダメだ。これを忘れると悲惨だ。よし、それでこのカラピナで作ったこれをはめて、はめてつけます。よし、よし、わかった。これをちょっと外して、このようにして、待って、ちょっと待って、こいつ一番きついやつだった。あ、また。よし、これで、いいかな、これも。はい、そしたら最後この、まあ、お湯ですね、お湯のお湯を沸かす容器をここにつけて、なんですけど沸騰させるときはここにこのままつけて、でお湯が沸いたらこっちに移動して保温という形になります、はい、ここにじゃあとりあえずフィット
ね、させておきましょう。はい、そしてこれね、炭火かき棒とこれは煙突掃除用の、ブラシになります。はい、そしてこれが一応温度計、つけてます。内側がドセルシアス、外側がファーレンハイト、ドシーと F です。今日は久しぶりに薪ストーブを出しました。椅子をここに置いて薪テーブル奥に薪、そしてここに、薪ストーブ G ストーブのオーブン、そして、煙突これをですねフラッシングキットで、テントに穴を開けて外に出すという形です。一応ウィンナーウェルの窓ビュー M サイズ、その横にですねコールマンの、ファイアテーブルを、普段はこれ四角く使うんですが、2つ上下に合わせて2段にしてラックにしてます。で、薪割り台で危ないので薪ストーブから少しやっぱ距離を取って朝用のこの豊臣のハイパワーストーブ、そしてこれストーブファンです。で、薪ストーブで椅子で奥にコットハイテンション、それからモンベルのアルパインバローバッグですね。でこっちに、調理道具もろもろ備品を置いております。みのくりチャンネル。